12日、広島瀬戸内新聞ニュースでございます。まあね、今週のね、地方都市のニュースでちょっと主だったものをね、一番印象に残った話はね、お話ししたいと思いますけれどもね。まあやっぱりね、東京都渋谷区、区長さんがね、副区長さんがね、暴言で退陣するという事件です。まあ渋谷区はね、もう私は世田谷区在住の、ね、幼少期はよくね、上に連れてってもらいましたしね、その後ね、大学時代の前半もね、通学路でしたんでね、よく大学からね、渋谷のカラオケまでね、同級生と一緒に歩いてね、行ったもんだしだよ、で、その渋谷区のね、副区長がね、暴言で退陣するという事件がね、起きました。まあ渋谷区はね、いわゆる無所属ね、市民派の長谷部健区長がね、3期務めておられます。3期目に入りました。まあ同性パートナーシップ条例をね、全国に先駆けてでね、作ったぐらいですからね、もう自民とか維新とかね、国民民主とかとはね、この点は決定的に、ね、異なります。でね、長谷部区長支持のね、区議会会派は男性3人、女性5人というね、構成でね、まあ一見するとね、ジェンダー平等、多様性尊重のね、素晴らしい区政にね、長谷部区政というのはね、見えたわけです。ところがそのね、長谷部区長が任命したね、沢田副区長が、国民民主党のね、女性議員を侮辱するコメントをね、庁内ネットでしてしまいね、8日ね、辞任しましたね。はい。まあ、長谷部区長のね、博報堂時代のね、元上司で意識高い系でね、超有名なね、沢田副区長。マスコミにはね、もう天まで持ち上げられてね、もう息健康だったんですがね、突然の失脚となったわけです。まあ、内方手になっちまったってことあるんでしょうけどね、それにしてもひどいですね。ただね、伏線となる事件、これあったんですよ。実は渋谷区ではね、地域の清掃ボランティアをしていたね、男性がね、バス停で夜をね、過ごしていた、広島出身のね、野宿者の女性をね、邪魔者扱いして、ね、惨殺した上ね、自らも獄中で自死するというね、事件、悲惨な事件が起きました。まあ、長谷部区政がね、醸し出した雰囲気、このね、がね、この男性の凶行をね、そして自死を招いたというのは言えるんじゃないかと思いますよ。二人の命がね、失われたということですよ。長谷部区政のが醸し出した雰囲気がね、なんていうかな、長谷部区政はね、成功者の女性をね、持ち上げる一方でね、格差拡大の中で苦しんでいる女性、まあ、このね、事件の被害者となったね、野宿者の女性みたいな、そうですね、感じの方もそうです。あるいはね、冷たかった。いや、あるいはね、そういうメッセージを結果として区民に対してね、発していたのではないか。あるいはね、ポリコレでね、先鋭化する前に、ね、保守的な女性に対しても見下すようなところはなかったのか。まあ、今回ね、沢田副区長がね、罵倒していたね、女性区議っていうのは国民民主党。どっちかというとね、保守的なね、考えの政党ですよね。そういうね、女性に対して見下すようなところはなかったのかという問題があります。でね、長谷部区政はね、農宿者がね、過ごしていた公園をね、企業の儲ける場所に変えてしまいました。区の財政はね、潤ったかもしれないけどもね、で、そこから置き去りにされた人々はいなかったか。ね、野宿者大谷氏がね、区民にね、邪魔な消そう的な雰囲気をね、寄付を醸成してしまったのではないか。まあ、渋谷区政っていうのははっきり言っちゃうとね、先鋭的なね、ジェンダー平等みたいなポリコレとね、やっぱり徹底的な新自由主義のハイブリッドだったのではないか。これ徹底的な検証が、ね、必要です。実はね、長谷部区政については、広島県政もね、他山の人先頭意見。広島県の湯崎知事。で、長谷部区長やね、沢田副区長とね、似たタイプのね、平川麗教育長ね、初の女性教育長としてね、任命いたしました。平川教育長。マスコミはやっぱり一時はね、天まで持ち上げました。ところがね、実際にはね、ご承知の通り官製談合事件を引き起こす。あるいはね、図書館のリニューアルの問題ではね、結局ね、赤木さん、韓国さんに丸投げすると。で、現場は振り回され、ね、現場が振り回され、まあ一種のパワハラみたいなもんですよね。でね、ところがね、自主的な給料返上だけをね、行ってね、いわゆる懲戒処分はね、全く受けてないわけですよ。でね、特別職に懲戒処分がないといえばそれまでですけどね、知事が罷免するっていうこともしないと。で、教育、県教育管轄だけでね、1000人以上いるね、非正規の先生のね、待遇改善をね、公式の議員さえ求めていたのにね、予算がないとね、県もフォローに却下する。自分だけはええ格好する。ね、湯崎知事もええ格好ですよ。ね、公立英系大学作ったのはいいけどね、入学者がね、定員割れしてってね、もうこういうね、情けないありさま。ね、もう、かっこよさげなね、イメージだけ振りまいてね、
中身はね、ボロボロ。ね、渋谷区の長谷部区長と広島県の湯崎知事、そっくりじゃありませんか。まあただね、沢田副区長をね、彼の自発的とはいえね、退陣させた分だけね、長谷部区長の方がマシかもしれません。まあ、長谷部区長の場合ね、自民や公明や共産が野党として存在しね、緊張関係が議会との間にあるってのも幸いしてます。広島の場合もほとんど横領党ですよ。ね、自民党からね、含めてね、共産党だってね、はっきり言うとぬるいですよ。サミットをね、誘致したことをね、評価してしまってましたしね、共産党さんもね。まあ、広島の方はね、渋谷よりもね、はっきり言ってね、始末に悪いと、言えるんじゃないかなとは思いますけどね、皆さんいかがでしょうか。ね、本当にね、広島もね、渋谷をね、多山の石として、やっぱりね、ちゃんとね、やっぱりその、置き去りにされる人が出ないような、ね、県政というかな、作っていかないとね、ええかっこしいのね、県政ではなくてね、ちゃんと県民にね、置き去りにされる県民が出ない、ね、県政をね、作っていくということじゃないのかなと思います。そのね、置き去りされない人を、ね、が出ないようにするという、この庶民革命、広島庶民革命、皆さんと一緒にね、まあまあ、この場合はね、広島の政治をね、もう県もね、市もね、そして国もね、変えていく、この庶民革命、ね、広島県民がね、知事やね、総理大臣に舐められない、そういう県民になる、そのためのね、そういう庶民革命、皆さんと一緒に断行してまいります。本日はね、最後まで、ご協力、ご清聴ね、誠に、ありがとうね、ございました。最後まで、ね、ご視聴ね、誠にね、ありがとうございました。それではね、また明日以降もね、お会いしましょう。明日も私の仕事です。よろしくお願いいたします。失礼いたします。